いずれにしましても、この甲斐さんが今回、防衛をして、そしてこの次がどうなるか分かりませんけれども、甲斐さんは甲斐さんの本当の持ち味をですね、発揮して、そしては今日は。将棋の盤上のことでもそうなんですけれども、精神的な強さというのを本当に強く感じまして、改めて清水さんは素晴らしい方だなと。盤に向かえばまだまだ勉強不足なんだなということを感じる毎日なんですけれども、自分なりに焦らずにできることをして一歩一歩努力していきたいと思っております。